今回は運を味方にする方法について話をしていきます。運というのは人生を変えます。一瞬の不運で長い間苦しんだり、ちょっとした幸運のおかげでほとんど何もせずに結果が出ることもあります。そこでこのビデオでは、運の良さについてのよくある誤解と、科学的に発見された運の良い人と悪い人の違い、 運を味方にする方法についてお話しします。幸運や不運がどこからやってくるのかを知らないと、不幸や災難が次々とやってきて、一生運が悪いままで終わってしまうかもしれませんが、運を味方にする方法を知っているだけで、かなり運をコントロールできるようになりますので、必ず最後まで聞くようにしてください。 まず、この運についての科学的な研究は、イギリスの心理学者、ハートフォードシャー大学のリチャード・ワイズマン博士が2004年に発表したものです。日本でも、運のいい人の法則という本になって出ていますので、参考文献として概要欄にリンクを貼っておきます。関心のある方はご覧いただければと思います。そのワイズマン博士が、 運がいい人にはどんな特徴があるかということで、数百人を調べたところによると、運のいい人の特徴が大きく分けて4つ見つかりました。まず1つ目はいつもチャンスに恵まれるということです。運が悪い人はチャンスに恵まれません。よく事故にあったり悪いことが起きるんですが、運のいい人は いつもチャンスに巡り会ったり、自分の人生に大きなプラスになる人に出会ったりします。二つ目は、正しい選択をするということです。運の悪い人は人生の岐路に立たされると、失敗に終わるような選択肢を選びます。運のいい人は、自分でも理由がわからないんですが、大抵正しい選択をします。 仕事上でもタイミングよく正しい決断をしますし、後で裏切るような人は信じません。信じた人とはいつまでもいい関係を続けられます。三つ目に、夢が実現するということです。運の悪い人の夢は滅多に実現しません。本当に夢物語で終わるんですが、運のいい人の夢は、 不思議なくらい実現します。運のいい人の特徴の最後4つ目は、不運を幸運に変えるということです。運の悪い人に不運が来ると、そのまま破滅するんですが、運のいい人は、不運なことがあっても、それを幸運に変えてしまいます。このように、運の悪い人と運のいい人には、 4つの歴然とした違いが発見されたんです。このように、運がいいとかついてるとかラッキーというと、私たちはたまたま運が向こうからやってきたように思います。きっと運がいい人には、いいことが起きる確率が高くて、都合のいいことが偶然起こることの多い、羨ましい人なんだと思います。 そこでワイズマン博士は、運がいい人は、いいことが起こる確率が高いのかを調べるために、自分は運がいいという人と、運が悪いという人の合計700人に、宝くじの当選番号を予想してもらいました。この時、運のいい人は、運の悪い人よりもかなり当選する自信がありました。ところが、当選番号が発表になって、 集計してみると、運のいい人と悪い人の当選確率に違いはありませんでした。このことから、運がいい人というのは、宝くじに当たる自信が高かっただけで、別に当選確率が高いのでもなければ、予知能力があるわけでもないことがわかりました。また別の実験で、知能テストも行って、頭の良さも、 運の良さとは関係ないことが分かりました。運が良い,い人に自然に良い,いことが起きるわけではないのに、いつもチャンスが巡ってきたり、夢が実現するというのは、一体どうしてなんでしょうかワイズマン博士は次に、自分は運が良い,いという人と、運が悪いという人を集めて、行動の違いを観察することにしました。まず、喫茶店の入り口前に、 お札を置いて、店内には事業家の桜を配置して、運の悪い人と運のいい人が、どういう行動を取るか観察したんです。すると、運の悪い人は、まず入り口のお札に気づきませんでした。喫茶店の中では、事業家の隣に座ったんですが、一言も会話することなく、喫茶店を後にしました。次に、 運のいい人がやってくると、まず入り口でお金を拾って、店内に入ると事業家の隣に座りました。その数分後には事業家と会話が弾んでいたんです。このように落ちていたお金に対する行動からは、運が悪い人は視野が狭かったり、意識が狭い範囲に集中しがちでチャンスを見逃してしまうんですが、 運のいい人は心理的にもリラックスしていて視野も広くてチャンスに気づきやすいということがわかりました。また事業家に対する接し方からは運の悪い人はあまり社交的ではないんですが運のいい人は人付き合いを楽しむのでチャンスが広がっていくという違いも見つかりました。次にワイズマン博士は 自分は運がいいという人と運が悪いという人を集めて不可能に近いほど難しいジグソーパズルに挑戦してもらいました。すると運が悪いという人は20分くらいで諦めてしまった上にピースの数が足りないからこのパズルを完成することは不可能だと言い出した人まで現れました。実際にはピースは足りていますので これは単なる数え間違いです。次に、運がいい人は30分経っても一向にやめる気配がないので、声をかけると、まだ時間が欲しいと言います。最後に、これで実験は終わりですと打ち切って、いつまで続けるつもりでしたかと聞くと、運のいい人たちは完成するまでやるつもりだったと答えたと言います。このように、 自分は運が悪いと思っている人は、どうせできないと思ってしまうので、何でも諦めがちになります。それで結局夢は実現しないんです。それに対して自分は運がいいと思っている人は、きっとできると思っていて、できるまでやる傾向があるので、驚くほど夢が実現するということが分かったんです。 このようないろんな実験を続けていったところ、運がいい人はどうしていつも得をするのか、運がいい原因がわかってきました。運がいい人の特徴の一つ目の、いつもチャンスに恵まれるのは、運の悪い人は視野が狭くて人付き合いが悪い傾向にあるんですが、運のいい人は視野が広くて社交的な傾向にあるからでした。 二つ目の正しい選択をするのは運の悪い人は直感的に嫌な予感がしても欲望や寂しさから悪い誘いに乗ってしまいがちですが運のいい人は目先の欲望や寂しさにとらわれずに直感的に正しいと思う方を選ぶからでした三つ目の夢が実現するのは運の悪い人はすぐ諦めますが 運のいい人はできるまでやるからでした。四つ目の不運を幸運に変えるのは、運の悪い人は不幸な過去にこだわって失敗から学ぼうとせず、運のいい人は失敗するとそれを教訓として未来に活かそうとするからだとわかりました。このように運がいいというのは、それはいいことが起きる確率が高いのではなくて、 運がいい人の考え方や行動に原因があることが科学的に分かったんです。ですから幸運を味方につけるにはこの運がいい人の考え方を心がければいいんです。日本にも昔からこのことを知っていた人がいます。それはパナソニックの創業者で経営の神様とまで言われる松下幸之助です。 松下幸之助は入社の面接の最後にあなたは運がいいですかと質問するそうですそこで自分は運が悪いですと答えた人はそれまでの面接でどんなに学歴が高くていい感じの人でも不採用にしたそうです松下幸之助も自分は運がいいと思っている人は考え方や行動が違うことを 経験的に知っていて、その人の考え方を一発で見抜く質問として聞くようにしていたのかもしれません。現在ではこの科学的研究を知っている人もたくさんいると思いますので、もし他人から運がいいかどうか聞かれたら、とりあえず自分は運がいいと思うと答えておいた方が得策だと思います。ワイズマン博士は、 このような長年にわたる幸運の研究の結論として、運のいい人が幸運を経験するのは、幸運の女神が微笑んでいるからでも、生まれながらにして幸運だからでもないのだ。運のいい人は自分でも気がつかないうちに、幸せで充実した人生を送れるような考え方を身につけていく、と語っています。 幸運に恵まれるには考え方が重要なんです。このことはワイズマン博士より2600年前から仏教を説かれたブッダも教えられています。仏教では自分の運命を生み出すのは自分の行いであると教えられています。これを因果の道理といって仏教の根幹になっている重要な教えなので 別のビデオで詳しくお話ししています。概要欄のリンクから見てみてください。仏教では幸せも不幸も自分の運命のすべては自分の行いが生み出したものだと教えられているんですが自分の運命を生み出す行いといっても3つあります。それは心と口と体の3つです。 仏教では体で何かするだけじゃなくて、口で何か言ったり、心で何か思うのも行いなんです。この心と口と体の三つの行いの中で、一番重いのは心の行いです。なぜかというと、口や体に命令しているのが心だからです。口が何か言ったら、 それは心がそう言わせたからですし、体が何かをしたら、それは心がやらせたからです。口や体が心の言うことを聞かずに、勝手に何か喋ったり、何かしたりすることはできません。口や体を動かしているのは心ですから、仏教では心が最も大事です。それで、心が口や体に現れて、 いろんなことを言ったりやったりして、その行いに応じた運命を生み出すんです。そのことをブッダは、北九教というお経に、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出されると教えられています。このように、一番重要なのは心なので、考え方を変えて、できるだけ悪い心を少なくして、 いい心を多くするようにすれば、不運とか事故は少なくなって、幸運とかチャンスが多くなるということです。少しでもいい心になるように心がけていきましょう。さらに仏教では、単純な不幸や事故を減らして、幸せやチャンスを多くするだけではなくて、苦しみ悩みの根本原因となっている心があるので、 それをなくせば変わらない幸せになれることも教えられています。これについてはとても重要なことなので、もっと詳しい別の資料を用意してあります。概要欄のリンクからご覧ください。このチャンネルでは仏教の教えや本当の生きる意味についてわかりやすくお話ししていますので、ぜひチャンネル登録をして、 他のビデオもご覧ください。また、高評価やコメントもお待ちしています。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。